パクリで吸うタバコは最高なんだけど、五臓六腑に染み渡る一日三本食後だけ。本人を守るためというが本当はどうなんだか。刑務所で言えば懲罰房、これは患者の常識だ。空調はバッチリで快適なんだけど、水が自由に飲めない、待ちかないのかな。喉が渇いて我慢ができない時はトイレの便器の水を飲めば大丈夫。